北海道炭鉱鉄道483060型はかつて日本国有鉄道の前身である鉄道院、鉄道省に在籍したタンク式蒸気機関車である。元は北海道炭鉱鉄道が1898年にアメリカ合衆国のボールドウィンロコモティブワークスから三両を輸入したタンク機関車で当初は J 型と称し後に地型に改められた。 1906年に北海道炭鉱鉄道が国有化されたのに伴い、間接鉄道席を得たものである。国有化を受けて1909年に実施された鉄道員の車両称号規定では、3060型に改版された。ボールドウィン車内における種別故障は10から261、4D、車軸配置は2から6から2で日気筒端式の飽和式で、同じく ボールドウィン製で同一規格の旧三宮鉄道の3050型とは、水タンクの容量が異なり、サイドタンクがやや小型であった程度で告示したが遺となっている。北海道炭鉱鉄道では、手宮付近で、国有化後は、旭川、岩見沢、滝川で使用された。1926年には、東武鉄道管理局へ転属し、足尾線で使用され、 1933年には、旧車ながら、桐生と大宮に所属していたことが確認されている。3両とも1934年8月に廃車され、そのうちの3061は、片上鉄道に譲渡されて、同社の7となり、太平洋戦争後まで使用された。同期は1951年7月に、 岡山林港鉄道の開業用として譲渡され、同番号のまま唯一の蒸気機関車として使用されたが、1953年に廃車解体された。形式図。ありがとうございます。